どうもエル歌舞伎のエルウダです。はい、どうもデロニアンシェです。ということでね、はい、佐伯麗華さんって人をご存知ですか？佐伯麗華さん知らないな。めちゃめちゃ筋肉のすごい、アイドルの方、筋肉アイドルなんですけど、あ、はい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 、この方がですね、高学歴アイドルレスラー佐伯麗華、うん、いやもう筋肉コンテスト優勝、すごいですね。長期欠場を逆手にまた新しいキャラを獲得ということで、はい、筋肉アイドルのキャッチフレーズで芸能界で活躍し、はい、プロレスデビューをすると2団体でチャンピオンになった佐伯麗華さん。なんか知らなかった俺、プロレスで2団体チャンピオンとか、はい、いきなりうん、はい、情報がすごい、情報すごいでしょ、情報多いですね、はい、さらに、はい、つい最近行われた、はい、筋肉のフィットネスボディーコンテスト、はい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 、マッスルゲートの大会で、うん、ウーマンズフィジーク部門初出場を優勝ということで、すごっ。なので全国大会ジャパンカップにも出場すると。もう黒船じゃないですか。やばいですよ、すごいじゃない、初出場初優勝。そうということで、もキャラ渋滞なんて言葉はさ、よく芸人では言われてますけど、うん、はい、この人をね、うん、R1 のね、うん、10年以内になって嘆いてる芸人は見ろと、うん、こういうことですから。売れるっていうのは、いや注目されるって、ね、いやもう自分で場所作りすぎでしょ、はい、この人っていうのと、うん、前にここで R1 グランプリ芸歴10年以内しか出れなくなったっていうニュースを扱った時に言い忘れてたことが一個あるんですよ、うん、ハッシュタグ検察庁法改正案に反対しますをつぶやいてた芸人は文句言うなよと。お前の定年は延長しようとするなよっていうのを言い忘れてました。なんでいいじゃねえかよ、ね、人の定年にはうるさくて、いいじゃないかよ、自分は出れなくてみたいな。定年ないからな、定年芸人はないですよね。定年ないから、うん、ありますよ。ある、いや見ててもうしんどいのあるっしょ。やめなさいよ。俺らって思われたかもしれないけどね。あ、まあ、いつまでやってんだよ、まあ、思われてねえか。お前てかライブ出たらウケるもんな。思われてはないと思いますけれども、そこの位置にまだ行ってねえんだよ。はいはいはい、うん、ね、というようなことでございます、はいはいはい、だからこれすごいよ、佐伯麗華さんね。うーん、まだね、日焼けがすごくてね、うん、あ、アニメで見ましたよ。アニメのなんか PR かなんか、ネット PR かなんかで、確かこの人はダンベル何キロ持ってるって確かやってた人は多分一緒だと思う。アイドルなんかハルクかなんかのアニメですか？いや違う、 PR じゃなくて結構面白い優秀なギャグアニメでした、うん、なるほどね、面白かったです、まあそういうようなことでございます、はい、そしてね、中本浩二さんが、はい、子供ができたというのをつぶやいたところ、やばいですね、この年になって子供ができるとかとつぶやいたところかなりバズってしまって、はい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 、いやすごいですね。実はやっぱもう選手の方も、ね、体操選手なんで、いやいやいや、もう、ね、そういうことだったらどうですよね、はいはい、まきって決めるじゃない、大量精子のっていうね、そういうネタもねあるかもしれませんけど、すごいですね、まさに弾丸のように、ね、大車輪ですね、発射したかもしれませんが、79歳中本浩二さんがツイッターで更新し、うん、はい、この年でまた子供ができましたと仰天報告した。いやすごいね、なんですが、はい、でこれにですね、ツイッターの方では、はい、あんたも好きねと、あ、一般の方からリプが飛んだというか、なるほど一般の方かい、加藤茶さんじゃないですよね、加藤茶さんじゃない、一般の方かいですね、一般の方ですねあんたも好きねと、はいはい、とかね、しかし実はですね、なんとこれ約1時間後に、はい、お騒がせしてすみません、はい、家族になったのは2ヶ月の猫のマルくんです、あら、男の子ですと2ヶ月、はい、コメントがあったとあ、なんですけど、これ27歳年下の奥さんと結婚したっていうのがちょっと前ニュースになってたから、あながち信じちゃう人がいたというね、はいはいはい、そんだけの年の差だから、27歳、はい、27だから52ですよ相手、あらまあ、で、うん、これオチがね、猫、うん、猫かいってなったところで、はい、一般の人から、うん、ダメだこりゃ次行ってみようというリプが飛んだということでございますいや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 、まあそうですね、すごいな、ドリフはやっぱり、そうですね、なんとも言えない、ね、なんとも言えないニュースですね。昭和の芸能史の本読んでてさ、はい、ノンフィクションなんだけど、本当か知らないよ、都市伝説、一応ねノンフィクションね、はい、なんかその一般の人がに向けて、うん、勝手に競馬の馬券売ってるとこで、
中本浩二が買ってて書類送検されたみたいな、よくわかんない文章がありましたよね。いや、都市伝説ですか。志村けんさんとかでしょ一緒にね、詳しいね、飲み行為のやつでしょ。詳しいね、知ってますよ。いや知ってますよでものねいやだからそれ読んだ時にはフィクション本なんだってすぐ分かりましたよ。いや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 、なんだその妄想。いやいや、まあまあそうだね、ウィキペディアに書いてることかで、ね、本当かどうかなって分かる。いや、そうでしょ。そうですからもうちょうど8時に捕まったとかね。いいよいいよ、説も多分調べれば出てくるんだろうよねえ、はい、というような、はい、ことでございます、はい、ね、中本浩二さんの YouTube ここで扱ったけどあれから見てないな何やどういうことしてるんですかね今ね。何やってんだろうね YouTube 解説し、うん、なんかだからこのコロナ禍においていろんな人が YouTube とか Twitter をやってます、ね、始めたっていうのが、まあ今年の大きい変化ですよね。あとはね、はい、このメイウェザーが日本に来るっていうのが2月に言われててメガイベントみたいな、はいはいはい、だけど、ね、まずこのコロナ禍で来る、うん、来れるのがよくわかんねえんだけど、っていうのも1個ありながら、まずね、うん、で朝倉未来がねメイウェザー戦硬いんじゃないかっていう報道が実はあるんですよ、一部で。一部ね、はい、ね、なんですけれども、うん、ここに名乗りを上げたのが、うん、柴田選手がはい、名乗りを上げたと、上げたということでね、まあ、名乗り上げると自由ですからね。で誰かがね、うん、メイウェザーあいつだったらお前総合でも負けんじゃねえかってネットでコメント書いてる人いたんだけど、うん、柴田の試合見たことないと思いますね。あ、柴田、うん、強いですよあの普通に強いの。総合のリングで見せて勝つんで、パイルドライバーとか決めてますから。あ、すごいね。うん、それ本当に強くないとできない。できないね。圧倒的には力ないと無理だね。そう。で柴田が YouTube で言ってたのは、うん、俺は格闘技ではそこそこ強いけど、うん、トップにはなれないの分かったから、うん、スライドしたって YouTuber に。はいはいはい。トップ選手ではないと。はいはいはい。ただ格闘技好きでジムではやってたけどっていうことは言ってますね。あ、なんかそこ人生感じるね、うん。その言葉にすごい人生感じる。いやなんかね、そういう普通に真面目に語る動画とかもあるのよ、うん、柴田の中で、うん、そこじゃ勝てねえっていうのはね、うん、あ、そう、うん、だからそういうなんつうの邪道というかみたいなことをやってるっていうね、言ったんだよっていうのを言ってますね。はいはい、はい、でも柴田対メイウェザーだったらボクシングだったら勝ち目ないからね。無理でしょ。だから無理っしょ。でも総合だったら、うん、メイウェザーもきついと思うよ。どう思う本当に。はいはいはい、だってミノワーマンとかって、うん、でけえ相手にさ、いきなり浴びせ蹴りとかドロップキックして、はいはいはい、で相手が何ってなってる間に足すくって足感決めるっていう、まあそういう感じだもんね、うん、汚い勝ち方じゃないですか。いや、もうやめろよやめろよ。いや、俺は好きなんですよ。俺は好きなんですけど、いいじゃないか、ね、お前。だから、うん、あのあれだよね、煽り V で、うん、あの竹槍みたいのはいつ使うんだっていうのあったけど、ね、はいはい、あのミノワーマンがね、ミノワーマンね、あの飛行機が飛行機走って、ね、飛んだらね、急に飛行機と追っかけっこしちゃったりとか、あとトラック引っ張っちゃったけどね。ああ、トラックも引っ張ったっけ。あ、なかったそれ。あったかもしれない。あのもう本当、いや、それはサスケに出る前のやつじゃないですかっていう、ね、サスケに出るんだったらわかりますよっていう。あとあのピッチングマシーンで球を避ける練習して、うん、球当たっていてとか言ってで、その V が開けた瞬間にスタジオにいた安城が、うん、あいつ何やってんだっつって、それ星ちゃんさんの仕事だから星ちゃんの仕事だから。星ちゃんもね、星ちゃんさん、あの結構怪我をしてでも笑いを取るっていう、あれ面白かったけどな、ねえ、ことなんですよね、うん、でもメイウェザーが来て、うん、いろんな人、いろんな発言あんだよね、ネットなんかだったら、うん、そんなに総合選手相手に稼いでんだったらやってみろってアマチュアからとかって言うんだけど、うん、そういうことじゃないんだよ、ね、そういうことじゃないんだよ。もうメイウェザーしかできない稼ぎ方ができてる時点で勝ちなんですよ。だからもうショーだから、そうそうそう、完全なるショーだと思って見ないとね、うん、ダメです。ショーだから見るんだしね。ああ、うん、そう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 、うん、ショーになってるから見るんだし。だからあんまり言っちゃダメかもしれないけど、はいはい、だから言っちゃえばあれやな、見せ物みたいなもんだよね。もうここに関しては、いや、それそうでしょ。だってボクシングが引退してるわけでしょ、うん、してるし、で那須川とやった時もあの体重差でまだやめたっても現役からまだ1年経ってないぐらいの感じでやったらさ、そりゃあね、はいはいはい、ガチで応援したらきっときついてるって、そうだよね、思うよ、うん、あれなんか亀田光輝が誰かの対戦名乗り上げてたな、この前なんか結構有名な選手の、え、亀田が戦うって、亀田光輝がやるか、うん、みたいな、誰かに言ってたな、ちょっと忘れちゃったけど。だけどね、亀田光輝軍団対亀田志郎軍団で対抗戦 YouTube でやってますよ、うん、今で、うん、なんかね、あの亀田志郎チャンネルで見れるんですけど、うん、ちゃんと最初に字幕でこれは、う
リアリティショーであるって出してましたね。いやもうね、あのね、エクソシストもね、うん、映画のエクソシストもね、これは実話を元にしたとかって言うんですよ、はいはいはい、多いよね、そういうことだと思いますよ、実話を元にしたやつとか、はいはい、だから今山根会長がさ、はい、昔のがマシン軍団みたいな感じでさ、はいはいはい、歴代のさちょっと引退したボクサーとか集めたら面白いかもな、ビシビシ行くぞっつってあの格好そのままじゃそのままじゃねえか面白いと思うよ、それは魔界クラブだよね、マスクさかっつけてさ撮ったらさカメラさコーキーとかさ出てきたら超面白いと思うよ、でちゃんとあのプロレスみたいにさ楽屋にもカメラ行ってさ、うん、したらめちゃめちゃケータリング置いてあって本当にケータリング余計してんじゃないかっつって俺面白いと思うな、深夜とかどうですかねこの企画、いやいいかもしんないね、面白いと思うぞ、でもどこまでそういうの乗っかる人なのかよくわかんないね、その、うん、やるのはやんのかな、やったら冗談通じそうな人とかでさ集めてさ、うん、うん、桜庭さんとかさ、はい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 、冗談通じそうだ、そういう桜庭も今すごいねプロレスで、もう見たことない足勘決めたみたいなね、足勘地獄みたいなやって、なんか今こう開花してるいいかもね、そういうのね、そうプロレスからやってってそうね、ということでね、ちょっとね気になった記事が一個あって、うん、ファッサマイケメンタクシードライバーに際どい質問、ファッサマ、うん、体で支払うことは可能ですかっていう、これはちょっとまあテレビの中の一幕のやつなんだけど、それをまあ記事になってるやつなんだけど、うんうん、ファッサマってのはファッサマってなんですか、ファーストサマーウイカなんですよえふざけんなと、ファッサマなんだよ、いやいやちょっと待って、ウイカとかあるじゃん、ウイカって書いてるとこ見たことあるしファッサマで5文字言ってるし、うん、ファーストサマの歌なんかちょっと F ワードっぽいしファッサマで、ファッサマは行くのに、うん、イケメンタクシードライバーはそのまま書くんかいみたいなイケドラとか、イケドラでしょ、だってイケドラね、ファッサマの様はちょっとね、いや人気があるんだねやっぱ、そんだけど、いや呼んでるやついないと思うよ、ファッサマ見たこの前とか言わないでしょ、いや俺ね、うんとね、倖田來未のことを10年以上前よ、はいはい、ダック美って呼んでるやついた時にびっくりした、聞いたことないね、いたんだよ、多分そういう感じなんだろうな、ダック美って何、ダック美は組から抜ける時だろダック美は違うんだろ、抜ける時だから、違うからねえ、うん、そういうことになっております、うん、ちなみに格闘技言うと、うん、オリンピック銀メダリストレスリングの太田忍さん大晦日出場ですからね、所秀夫選手と戦うんですよ、なるほど、あ太田忍さんすごいですよこれは、でもいきなり所秀夫だからきついよな正直、あ所秀夫も42か3で、42か3か、いやだって総合と全然違うじゃんレスリング、うん、まあまあ確かにね、いやそれ面白いけどカードとしてはっていうのは、ルールどうすんの、総合でしょ、ルールは総合なの、転向したんだよ総合に、あそう、太田忍って忍って字だから忍者レスラーとか言われてる、うん、人で、いやあのガチのレスラー、はい、アマレス兄弟と一緒に YouTube やってるぐらいなんで、いやいやいや怪しいな、いやいやいや怪しくねえわ、怪しいな、怪しくねえわ、怪しいな、どこ怪しいんだよアマレス兄弟、本当なのやってる、ね、本当に、そうですよ、うん、ね、うん、あこれも結構気になるとこではあります、はい、ということでね、うん、品薄で販売休止していた袋入りのミロが販売再開になるというニュースはですね、えミロ、はい、後日やっぱねオリンピックのね、うん、イメージありますからね、ミロもサッカーのね、表紙です、サッカーの表紙っていうの、うん、缶の、あ缶とかね、うん、野球とかあったよ、あ野球とかもあんだっけ、オリンピックミロ走るみたいな CM なかった、俺サッカーのイメージだったわ、うん、そっかそっか、いろんなスポーツなんだっけ、確かにミロとオリンピックをミロがかかってんだよ、うん、なるほどね、だからスポーツと大体コラボするやつなんだ、あだと思うな、うん、確かそんなあったと思うな、なるほどね、もしくは俺が今ついでにトンチンカンの一幕を思い出して言ってるだけかもしれない、なるほどね、まあいろいろ記憶は混ざってますから記憶混ざってますね、うん、ミロはね多分サッカーだったと思うけどね、はい、他のもあるのかもしれないですけど、はい、まあそういったところになっております、うん、といったことでまた明日お聞きなさってください、お願いします。